アレクサンドラ・ビクトリア・フォンシュレース・ビヒ・ホルシュタイン、ゾンダーブルク・グリュックスブルクは、プロイセン王子、アウグスト・ビルヘルムの妻。全名は、アレクサンドラ・ビクトリア・アウグステ・レオポルディー・ネ・シャルロッテ、アマーリエ。グリュックスブルク公爵家の課長フリードリヒ・フェルディナントと、アウグステンブルク公爵家課長で、 名目上のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン公であるフリードリヒ8世の娘カロリーネ・マティルデの間の次女としてシュレース・ビヒ・ホルシュタインのグリュンホルツで生まれた。1908年10月22日にベルリンにおいてドイツ皇帝ビルヘルム2世の4男アウグスト・ビルヘルム王子と結婚した。アレクサンドラとアウグスト・ビルヘルムは互いの母親が姉妹のいとこ同士で アレクサンドラはおばでありシュート目でもあるアウグステ・ヴィクトリア皇后の王のお気に入りであった。夫妻の間には一人息子のアレクサンダー・フェルディナントが生まれた。夫婦仲は良好と思われたが、アレクサンドラはドイツ革命後の1920年にアウグスト・ヴィルヘルムと離婚した。その後、1922年1月7日にアルノルト・リューマンと再婚したが、 リューマントも1933年に離婚している。アレクサンドラは1957年、フランスのリヨンで亡くなった。ありがとうございます。